宇田ヶ浜とイタリア大使館の別荘記念公園です。こっちに行きます。なんとか別荘だ。個人の別荘なのかな。これか。お、こっちにも建物がありますね。2階はこんな感じなんだ。眩しい。
広い。方がありました。とりあえず持ってきました。寿司と残り1品ものとステーキとかエビチリと、きれいに入れてもらえました。まだ豚は食べてないけど、この牛がめっちゃ柔らかい。いただきます。柔らかい、うまい。わさびを上に乗せて食べてます。これぐらいでいいかな。わさび優しいロープしよう。あ、これ意外とうまい、本当に。うん、うまい。これはリピートで持ってきました。こっちは牛肉のピリ辛炒めと、これもリピート。寒いね。今リドなんですけど、めっちゃ寒いんですよ。雪降るんじゃないみたいな。何も見えない。あ、寒い。帰りましょう。結構ちゃんと見えるよ。